第四章の差し絵、ノートルダム・ド・パリは、ビクトル・ユーゴーの小説。ノートルダムのセムシ男の放題でも知られている。出版は1831年。舞台はスサンダ15世紀のパリ。教会の持つ権限が弾圧と排除を生み出す時代の物語。ノートルダム大聖堂の前に、一人の醜い赤ん坊が捨てられていた。彼は大聖堂の女祭長、フロロに拾われ、 カジモドという名をもらう。彼は成長し、ノートルダムの金付きとなる。パリにやってきた美しいジップシーの踊り子エスメラルダに、聖職者であるフロロは心を奪われる。欲情に悩み、ついにはカジモドを使って、エスメラルダを誘拐しようとする。しかしカジモドは捕らえられ、エスメラルダは衛兵、フェビウスに恋するようになる。フェビウスとエスメラルダの仲は深まるが、実は、 フェビウスは婚約者がいる不実な男だった。捕らえられたカジモドは広場で晒し者になるが、ただ一人エスメラルダだけは彼をかばう。カジモドは人間の優しさを生まれて初めて知り彼女に恋をする。フロロも彼女に思いを募らせるが、エスメラルダの心はフェビウスにある。フロロは相引きをする二人をつけていき、フェビウスを刺して逃げる。エスメラルダは フェビウス殺害未遂の濡れ犬を着せられ、魔女裁判のもとに死刑が言い渡される。カジモドはエスメラルダを救いノートルダム大聖堂に、かくまう。しかし、エスメラルダは、カジモドのあまりの醜さにまともに顔を見ることすら、できなかった。フロロは、パリの暴動の矛先を、ノートルダム大聖堂に向けさせ、混乱の中エスメラルダを連れ出し、除名と引き換えに愛人になるよう迫るが、彼女は、 フェビウスを刺したフロロを拒んだ。フロロは彼女を衛兵に引き渡し、エスメラルダは兵士たちに捕まり、処刑される。大聖堂の塔の上からそれを見届けるフロロを、カジモドは塔から突き落として殺す。数年後、処刑場を掘り起こすと、白い服装をしていた女性エスメラルダと思われる、白骨に異様な骨格の男の白骨が寄り添っており、それらを引き離そうとすると、 砕けて、粉になってしまった。悲劇的な結末である原作に対し、ラストを、ハッピーエンドにしたり、フェビスが、全人でフロロが悪役である作品が少なくない。また、本作のカジモドをもとに、ユニバーサル映画では、セムシ男として、モンスター、A、映画の派生作品が複数作られている。ありがとうございます。